前田優吾投手です。お願いします。わあ、ご無沙汰します。エース千賀を受け継ぐ男、前田優吾の本性をモモスポ特製宝箱で暴く。あわあわっていうかできるじゃないですか。それがちょっと楽し好きなんですまあ将来大型契約級のね活躍が期待されるのがドラフト1位の前田投手ですよ。モモスポ特製のこのね宝箱を使いまして本性を徹底調査しました。前田優吾投手です。お願いします。わあ、ご無沙汰します。お久しぶりです。ねえ、大阪桐蔭行かせていただきましたけども、ホークスのドラフト1位、大阪桐蔭高校の前田優吾投手、150キロに迫るストレートとチェンジアップが武器、全国制覇世界一を経験した世代ナンバーワンピッチャーと呼ばれる逸材です。ユニフォームを着て、はい、どうですかユニフォーム。千賀さんの背番号ということで、千賀さんのようなエースになれるように頑張りたいなと思ってます。もう見せてください、むしろゆっくりね。41、どうですか背中が熱くないですか。いや、そうです、熱いです千賀滉大の背番号を受け継いだ18歳、目標は大きく200勝投手。今回はホークスの未来を背負う宝、新入団選手をあるものを使って徹底調査していきます。プロ野球選手たるやトーク力も大事だと思ってますんで、はい、今回用意したのはその名も宝箱引いたお題に沿って自己アピール、トーク力を磨いてもらいます。最初のお題は、この時幸せです。この時幸せです。お風呂に入ってる時が一番、幸せというかリフレッシュできるなっていうかですね、はい。どのタイプのお風呂が一番好きなんですか。炭酸風呂が一番好きです。それ理由は。炭酸なんで、そのなんか泡泡っていうかできるじゃないですか。それをなんかこうやって払って消えるじゃないですか。それがちょっと楽し好きなんですよ。かわいい。あるとね、ちょっと動かしてる、はい、してる、はい、消えたって可愛らしい一面も見えたところで、続いてのお題へ。はい、出て、じゃあ読んでください。僕泣いちゃいましたです。僕泣いちゃいましたです。ちっちゃい頃で言ったら、4つ上の兄がいるんですけど、家の前で野球をしていたんですけど、そこでもう後ろというかその田んぼなんで、毎回打たれて長靴に履き替えてボール取りに行って、もう毎日のように泣いてました。うわ、この兄との特訓が世代ナンバーワンピッチャーの原点なのかもしれません。さあ、続いてのお題は、すごい、プチ自慢です。プチ自慢です。水泳ですかね。お、小学校の間ですけど水泳やってて、全種類の泳ぎ方というかはできますし、クロールが一番自慢得意なので。バタフライもできるし、はい、それと他のもう選手にも負けない、ホークスは。いや、それわかんないです胸郭が柔らかいです。胸郭っていうと、ここら辺ですかね、はい、が病院とか行った時には、あ、柔らかいねと言われます。それがやっぱりピッチングに生かされてるっていう感じありますか。水泳もやってたのでそれも生かされてますし、ピッチングにも本当にしなやかな腕の振りができるので、本当に生かされてます。うわ、しなやかな腕の振りから繰り出されるボールはまさに超高校級。ホークスのエースとして優勝のマウンドに立つ日が楽しみです。まずは1年目、1軍定着というところを目標として、最終的には200勝投手という大きな目標があるので、そこに向けて頑張っていくので応援よろしくお願いします。こいってなったんでピンってきました。ホークスのドラフト2位、岩井投手を宝箱で徹底分析。最速156キロをマークする剛腕ですが、初恋話にはデレデレ。さらに大好きな博多ラーメンに関する仰天エピソードも。今自分の中で抑えた方がいいんだ。抑えって、はい、何倍ぐらいですか。マックスはそう、買い玉1回ぐらいですけどこんばんは。今日もホークスルーキー情報をお届けいたします。こちら覚えてますかね、この宝箱というんですけどもね、はい、こちら見てください。札に書かれたテーマに沿ってお話しいただくということですけども、前回はドラフト1位の前田投手だったんですが、今日は
こちら、ドラフトに岩井俊介投手です。お宝情報満載です。名城大から入団しました岩井俊介です。よろしくお願いします。ホークスのドラフトに名城大学岩井俊介投手、最速156キロを誇る即戦力右腕、このうなる豪速球たまりません。1年目からその160キロは投げれたらいいかなと思ってます。また実力だけでなくキャラクターも即戦力級。今回はこのモモスポオリジナル宝箱を使ってその個性を深掘りしていきたいと思います。最初のお題は、僕〇〇 NG です。岩井投手の NG なことは、一発ギャグとか振られるのが苦手です。NG です。え、今それも振ってくれみたいな顔してません？なんかそれということで岩井投手に NG はなし。早速一発ギャグを披露していただきます。動きがいいなっていうのは、まあ、やっぱりドラフトの会議の時の声真似ですよね。あ、いいですね。じゃあちょっと、第一巡選択希望選手、福岡ソフトバンク岩井俊介投手、名城大学。ありがとうございました。めっちゃいい。第一巡選択希望選手、福岡ソフトバンク岩井俊介投手、名城大学。結構いろんな声出せますね。いろんな声出せますね。これは来年のファンフェスティバルでも即戦力になること間違いなしです。さあ続いてのお題は、初恋。はい。緊張。あれ。初恋ですか。恋はしたことはありますか。あります。ありますか。一番最初の初恋ですか。いや、一番最初だから初恋です。あ、そうですね。動揺を隠せない岩井投手、一体どんなエピソードが。保育園の。お、早っ。保育園一緒の頃の子です。へえ。3歳ぐらいですか。3歳の時にもう。可愛いってなったんで。その子のどういうところが可愛かったか。仕草、喋り方、顔、全部です。もう3歳でそこまで見れないんですけどね。ピンってきました。ピンってきました。さらに今でも覚えている2人の思い出が、あのその子の家で一緒にポニョの映画見ました。いいっすね。胸がキュンとしたところで続いてのお題に、この時幸せ。岩井投手のこの時幸せ。いや、美味しいご飯食べてる時が幸せです。とにかく食べることが大好き。福岡での食事を楽しみにしているそうです。何を食べてる時が。ラーメン、すき焼き、寿司、焼肉、全部です。いいですね。もちろん栄養バランスも考えながら、ね、あ、そうですね、はい。野球選手が食べそうなものを全てコンプリート。中でもラーメンがお好きなようで。何杯ぐらい。マックスはそう、替え玉 9回ぐらいですけど。あ、でもちょっとそれもちょっと抑えての9なんです。あ、そうなんですか。その次の日試合やったんで。試合9回も行き過ぎですけど。いや、行き過ぎ。今自分の中で抑えた方なんで。抑えて、はい、替え玉9、はい、スープなくならない。スープは友達から追加でもらいます。実力、トーク、胃袋、どれをとっても即戦力。しかしそんな彼にもプロ入り後すでに後悔していることが。ちょっと血迷いました。それは今月行われた新入団会見でのこと。ファンに何と呼ばれたいですか。岩井選手。ガンちゃんで。ガンちゃんで。お、ホークスのガンちゃん。いいですね。ガンちゃんって言ったんですけど、ちょっとなんていうんですか、3代目のガンちゃんさんにちょっと申し訳ないなと思って。そっち。愛称をガンちゃんと答えたことをずっと悔やんでいたようです。ちょっともう俊介がいいです。俊介がいい。変えた、はい、あの入団関係なしで。はい、ちょっとなしで、すいません。俊介で調子乗りました。感じそんな。ファンに愛されること間違いなし。俊介、
ホークスを頼んだぞ。1年目からしっかり即戦力として活躍できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ご覧の通りの明るいキャラクターでね、ムードメーカーになること間違いなしだと思いますけども、野球の実力ももちろん折り紙つくということでね、早くもねこの一軍でのマウンド姿楽しみにしたいと思います。